あ、来ないです来ない携帯でさ、はい、持ってるの、はい、入っといでって言ってほしい理想の顔入る。あ、来てきた。あ、ちょっとじゃあ、ヤッホー。LINE だっけ？ LINE？ LINE？ 三角着てて、かわいいね。みんな浴衣着てるよ。見て、かわいい。浴衣着けてる。あら、ほんとだ、かわいい。あら、ほんとだ。あら、ほんとだ。見えた？見えた？あ、横にでき、横にしよう。横にしよう、横。チャンネルだ。始めるたい。はい。じゃあ一回切るよ。はい。行くよ。さあ、時刻は10時30分を回りました。ここからは南国カラフルチャンネルの時間でーす。元気？片声がちょっとやばいなんか2人雰囲気変わったね。あ、今日ですか？雰囲気変わってるよ。はい、あの雰囲気変わりました。うん、嘘、嘘、変わってる。あ、なんかあの私もでもちょっと思ったんですけど、マリーがなんかちょっとギャルになってきてる髪の毛色抜けてるからです。海行きまくってるからなんです結構ちょっとね、やばいね、髪の色が明るくなって、そう、ちょっとなんかで、私が逆になんか真面目になってるみたいなギャップすごい。ギャップがね、ギャップすごい、色が違う、色が違う、ギャップが。いやー、久々に二人のこの声を聞いたらすごく嬉しく感じるよ、はい、さあ、今日もですね、はい、楽しく放送していきますので、はい、ぜひ皆様最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみに今日はどんな話するの？今日は、いや、あの今ちょうどもね、あのコロナって言われてる中で、ね、やっぱコロナを理由になんか住んでいてなかったりとかっていうのが、まあ、それはもちろん大切なんですけど、結局この免疫力を高めながら人間に大事な運動、飲食ことに関してちょっとお話できたらいいなと、今面白いことをちょっと見つけたので、それを共有していけたらいいなと思ってます。 OK、 はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さあ今日めちゃくちゃいい天気ね。死に、うん、本当にめっちゃいい天気ですね。最高よ、最高、うん、いいよね今日の天気。うん、はい、番組にぴったりな天気になっています。うん、はい、今年はあのすごく暑くなるって聞きましたんですけど、聞きましたんですけどでも確かに暑いなんかあの年々ほらこのなんだっけ、太陽じゃなかった、あの気温じゃなくて、あの地球温暖化が進んでいく全然ちげえ、ね、ほんとね、ほんとね、でここ数年で一番今年があの暑くなると聞きましたのでね、気をつけていきたいですね。でもね、熱中症もね、本当だね、うん、いやでもね、今日楽しい、もうあの前が、はい、はい、いいよ前が結構ですね、いろいろとなんかいろんな楽しい方を見つけたらしいので、そういうのも紹介できたらいいなと思います。 OK です。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、ここで一曲いきましょう。カーリーで
ジェプソンで Call Me Baby どうぞ。どうする？ね、初めて浴衣着たってば。もう本当、今日生まれて初めて浴衣着たよ。めっちゃ似合ってます。可愛い。何色？青。青っぽいね。これ青。リサ、リサ、黄緑とか似合いそうじゃん。あ、似合うと思う。なんか3人で着たいなと思ってる。あ、いいな。いいね。着たい。なんかさ、イベントとかもないから今。なんかでも夏の気分味わいたいさ。だから3人で着よう。レンタルあるから浴衣3人で着てからちょっと味わおうで。じゃあスタジオ行こう。ねえ浴衣いいね、かわいい。そうそう、だからこのギノワンの近くで借りれる。ゆうたさん、ゆうたさん、撮影会しますかって。よっしゃー、夏の思い出。いいね、手をつないで。カメだからいなく並んで。パワーアップしてるな。伝わってる。すごいな。やばいな、みたいな。なんかビタミン C 取った方がいい。なんで？どうする？曲終わったら CM 行っていい？いいっすよ。はい。OK。夏の思い出行こうね。電話しないで。かわいいよね、エッフェル塔パリの。もう自由だな。さあお届けした曲はですね、カーリージェプソンで Call Me Baby でした。さあ皆さん、まだまだ続く南国カラフルチャンネルです。ぜひ最後までお付き合いください。CM 行くで。お届けしている番組は南国カラフルチャンネルでーす。イエーイ。さあ今日はですね、楽しくなる方法。今日はですね、免疫力を高めるということでマリがいろいろとやってるので、はい、それを話しお願いします。はい、はい、今このコロナで結構やっぱりこの外に出ない、第1回目のコロナはやっぱみんなほぼほぼ自粛してた人たちが多かったと思うんですけど、この第2回のこのコロナが来た時って自粛する人ももちろんいるけど、やっぱり外に出てる人もやっぱ多いじゃないですか。周りのこの SNS とかも特に見ててそうだと思うんですけど、なんかコロナイコール自粛する
っていうことをなんか逆外ししたいなと思って、なんか結局その自粛したからコロナにかからないじゃなくて、家に自粛してる人がコロナにかかったりするから、でそうなった時に根本的になんかどういう風にしていったらいいんだろうと思った時に、なんか免疫力をとりあえず上げなさいと。で日本人と欧米人とかってもともとビタミン C が少ないから、うんうん、そういう、まあ、アメリカとはちょっと違う部分があると思うんですけど、やっぱりちょっとなんかかりやすかったりとかっていう体質を持ってるみたいで、うんうんうん、でもね、ちっちゃい子供からやっぱりおじいおばあになって免疫力ってどうしても死ぬまで大切なものじゃないですか、多くタンパク質を取ったり、そのためにやっぱりこの免疫力を高めるってなった時にどうしたらいいんだろうって、食事だけでは補えないから、うん、そう他に何があるんだろうと思った時に、食事はもちろんそうなんですけど、この睡眠とあとはやっぱり適度な運動が、ストレッチでもいいから運動っていうのはやっぱ大事なんだなと思って、体がもう固まって筋肉が構築されてしまうと、もうどんどん体が硬くなっていって運動しづらい体になってくる、うん、そうそう、もう本当に適度なんかウォーキング、1日30分のウォーキングでも継続することで体のこの血液だったりとか筋肉を動かすことによって脳が発達しやすくなるから、それこそお食事が普段より美味しく取れたりとか、でそれを感じることによって人間のこの五感、見た目、あの食べ物を食べる美味しさだったりとか、このね味覚とか、なんでこれ、触覚とかでもやっぱりこの感じることによって、なんかコロナイコールなんかすごいマイナスなイメージなんだけど、コロナだからこそ免疫を上げる行動をしていこうと思って私は、うんうん、でそのためにやっぱりこのストレッチとかこの運動とかっていうのを適度に毎日やってたけど、やっぱりなんかもうちょっと欲しいなと思って、私最近ロードバイク買ったんですよ。ロードバイク、マジ？すごいですよね。自転車ってめっちゃ面白い。めっちゃ面白くて、しかも下半身の筋肉を鍛えるから、人の体重って下半身が一番支えてるじゃないですか。それを鍛えることによって足めっちゃ細くなったなと思って。へー。そうそうそう。で、お尻が上がります。マジで？ロードバイク。そう、ロードバイク。多分自転車だと思うんだけど、下半身のこのしっかり固めるから、そうで、私はロードバイク今ちょっとハマってて、1日どのぐらい乗るの？1日1時間はぐるぐるしてる。へえ。そうそう、息子がいるから、そうそう、今しかも小学校もうちはあの休校ではないんですよ、午前中だけとか、うん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 、あもう少しちょっと1時間だけ取って、やっぱ太陽浴びることが大切だから、そうそう、太陽浴びながら、まあ、暑いんだけど、やっぱりすっごい運動になるし、ロードバイク、私はロードバイクなんですけど、軽いから、結構ね、買い物とか行っちゃう、それで、大きいリュックサックで。だからなんかね、ガソリン代が、車乗らなくていいんじゃないかぐらいに。すげえ。あ、すごい周り。そうで、西原結構私が住んでるところ周りって、ちょっと、私が生きてるところ、坂が多いんですよ。うんうんうん。あ、坂が多いから、余計になんか、なんていうの、足腰鍛えられるというか。うんうん。そうそうそう。しかもロードバイクってタイヤが細いから、体幹が鍛えられるんですよ。いいね。マニアックみたいな言い方してるけど。そうそう。なんかそれで免疫を上げる方法を、ちょっとちょくちょく今新しく、なんか取り入れた方法で、そう、もともと私、ショートスリーパーっていうのもあって、うんうんうん、1日4時間しか眠れない生活をもう4年ぐらい送ってて、それを最近やめて、8時間しっかり寝るようにしたんですよ。でも寝れると思って。うん、寝れた？寝れた。寝れた。おととい12時間ぐらい寝すぎて。すげえ、ね、寝てるね。そうそうそう、でもやっぱり睡眠って大事なんだなと思って、4時間のショートスリーパーで1日過ごすのと8時間寝て過ごすのって全然違って、違うんだね、
多分特に女性はこのホルモン関係とかがね、どうしてもこの女の子前だったりとかっていうのが入ってくると思うけど、ちょっと気持ち的にもやっぱり少し違ってくるのかなっていうのはなんかありました。うんうんうん、なんか食事とか気をつけてることありますか、お二人さんは。ね、かっちゃんからコメント来てるんですけど、はい、ありがとう。かっちゃんも睡眠たっぷりとればええ、納豆食べたらどうだろうってよ。あー納豆好き、納豆めっちゃいい。そう、毎日でもね、あの味噌とか酵素はいいって言いますよ ね、そうよね、納豆とかね、うん、発酵食品、発酵食品、うん、いいねいいね。武蔵さんはやっぱり同じように免疫力を上げるようにご飯をたくさん食べて睡眠をたくさん取るようにしていますって来ている。おー、ね、素敵。そして ね、ムクさんが、はい、ムクさんは久々に自転車乗ったらお尻が超痛くなって見たらお尻が割れてたって来てますね。お尻割れてるでしょ。お尻が割れてる、お尻がもともと割れてる。割れてる。あ、お尻割れてる。発酵食品はめっちゃいいし、豆腐にキムチを乗せるとか、あのワンポイント変えたりとかね。ああ。おおってきてます。あ、豆腐に、え、めっちゃいい。豆腐にキムチめっちゃいい。そこに海苔を。あ、海苔いいね。海苔ね。ああ。おつまみ的な。うまそうね。うまそうね。いやいいな。リサとかは何か気使っている、食事に気を使っていることってある？この食事もまあそうなんですけど、食事で言うと野菜とかは無農薬とか、あとは調味料は添加物が入ってないものを選んだりとか、できるだけ毎日取るものを使う、調味料とかをいいものに、野菜とかを農薬、うんうんうん、自然栽培で取ったっていうスーパーの端っことかにあったりとか、ちょっと高いんですけど、わかる、ちょっと値段張るよね、そう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 、少しね。あとはなんか誰にでもできる気軽な方法として、うん、朝コップ一杯のお水を、うん、太陽とかが出てる日とかに、太陽にが日差しが当たるところにそのコップを置いといたら、そのね、エネルギーが入るらしいんですよ、すコップに。で、それをこのやっぱ太陽っていうのは目に見えないけど、やっぱりその免疫力を高めてくれたりとか、そういう体の中のこの何ですか、ヒーリングとかするときとかも、よくこの太陽の力とかっていうのが大きいって言われてるんですけど、それを飲むっていうのもなんかいいらしいですね。あ、置いて？そうそう、置いて。ちょっと置いとく。ちょっと置いといて、それを飲むっていう。へぇー、やろう、やってみよう。一応なんかね、太陽がなくても朝コップ一杯のお水っていうのはいいっては聞いたんですけど、うん。でもそれを一手間ちょっとやると、エネルギーが下げられるって言いますよね。いいね。体の中でエネルギーを入れていく。太陽にこうやって今日も一日お願いしますって言いながらね、そうそうそう、いいよね。今日も一日ハッピーしますようにみたいな感じで飲んだら余計美味しそうじゃん。ね、お水ね、うんうんうん、美味しいと思う。やってみるか。バカだ、私はちょっとバカ担当なんで。あと本当にバカ担当で言うと、あと一つ実践してることは、最近この歯の中の前治療したところの場所の詰め物が取れたんですよ。うんうん、で、それも穴開いたまま過ごしてたんですね。うん、ここ何週間、うん。そしたら、なんか冷やし中華の中に入れてたシーチキンが、この歯の中に入っちゃって、この穴の中に。で、めっちゃもう今までに体感したことのないような痛さが襲ってたんですよ。本当にこれ待って、本当に死ぬかもっていうくらい神経に近かったのかな、もう相当寝込むぐらい、もう倒れたぐらいのその痛みで、で、やばかったんですね。その時に痛みと耐えながら、私はこんな痛い中どれくらい生きられるだろうとか考えながら
で過ごしてちょっと自分と向き合ったんですね、この痛みと共に。痛いね、痛そう、痛そう、痛そう。でもその時にちょっと、あ、人間には自然治癒力、免疫力っていうのがあるよなっていうのをちょっと思って思ったんですね、その時に。でそれで体の中からバイキンをおしゃおしゃと押していなくなるイメージをまずしてみようと思ったんですよ。治癒力でね、治癒力でどこまで痛みを取れるかっていうのをやってみようと思ったんですよ。でそしたら一生懸命痛みと戦いながら、いやこの痛みは分かった、この痛みに集中して、でもそっか中から痛みを和らげるんだみたいな、自分の細胞を開けみたいな感じでやったんですよ。開けてね、ごめんなさい、本当にバカで、ね、ごめんなさい、ね、バカ担当でいいんで。でそしたら本当にどん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 和らいできて、マジで、すごくないです。薬飲んでない、薬、あ、飲んだ、あ、薬の効果、薬の効果、痛み止めは飲んだんですけど、結局それ以降もね、だけど若干ちょっと感じたんですよね、痛み止めの効果もあると思うんですけど、このなんだろう、ちょっと良くなるので。昔もすごい風邪ひいた時に自分は自力で治すんじゃと思って、リサ言ってた、そう、風邪治したことあるんですよ。すごくない？マジか。8時間ぐらいかけて、薬も飲まずに。8時間はマジか。8時間ぐらいかけて、自分はこんな風邪に負けてたまるかって言って、それ自分の力でって言って、いや大丈夫大丈夫って言って、こうやって風邪と戦って、なんだよ風邪で、自分はこれ治すって言ってやっていくと本当治ったんですよ。すごい。だからこういうことがなんかちょこちょこあるので、自分のその体の力を信じるってことも一つの免疫力をアップさせる方法じゃないかなと思って、今ちょっと話したんですけど、すいません、バカなのでするでもいいですか。話しといて。ここまで話しといてするできるわ。ピンフミーさんからコメント来ていますよ。自分はここ1ヶ月苦手だったヨーグルトを食べながら毎日続けているそうです。え、すごい。数字もいいし、あ、プーも臭くなくなったって。ヨーグルト好きになったよ、ごっくんちょーって来てますよ。プーがあれって、あ、臭くなくなったって。さっきリサが話していた、はい、痛みって体の中から外すことができるよねって来ています。共感する人いるよ。すごい、痛い、すごい、やっぱ効果的だ。そう、ね、ほらみんなすぐなんか痛いってなったら、病院っていうのはあると思うんですけど、病院っていうのはあるじゃないですか。でも病院行く前に一回考えてほしいんですよ。すいません、病院はもちろん行った方がいいですよ。別に行かないでって言ってるわけではなくて、ただいや自分でまず最大限の力を出してみたいな感じで、ちょっとだけその治癒力を、そのね、若干バイ菌が体の中に若干ある方がいいって言うじゃないですか。うんうんうん、ってないですか。多少ドロンコでちっちゃい時から遊ばして免疫力アップさせてた方がいいっていうので、だから若干入ったバイ菌なんて、ウィッて、ウィッて出るの。怖いですね。すいません、もうなんか全然。まあ、すごい。ちょっと共感してくれる。いや、すごいよ、本当に。あのね、ひぐみさんが痛みの中にいる自分をそこから出す。はい、おー、名言じゃん。やばい、ひぐみさん、それです、それ。それ、痛みをまず和らい、痛みにまず寄り添ってあげるんですよ。まず、この感覚。痛いねって。痛いところもに集中して、あんたここが痛いんだねって、まずそこに意識を持っていくんですよ。あ、イメージ。どうやったらあなたは痛み和らぐのって聞きながら、体にちょっと和らげていくんですよね。もう、その気持ちってない。痛くないようにするって、どういう感じな、この言葉をどう投げかければいいの、その痛みに。例えば、じゃあ今、マリの切り傷ができました。痛い。で、その痛いを痛くないって思えば思うほど、痛くなっちゃうんですよ、多分、うんうん、だからまずはその傷、何話してんだろうね、このラジオの公共の電波で。まずはその傷を
なんだろう、まず傷に寄り添うんですね。あ、ここが痛いんだねって集中してあげることで、あのここに意識を持ってってあげるだけで痛みってちょっと落ち着くんですよ。うん、人間もそうじゃないですか。泣いてる子供とかがいて、辛い気持ち、これは心の部分だけど、辛いっていうのも、そっか、辛かったんだねって、ここが辛かったんだねっていうことで、同じ形であるだけ。みふみさんがさ、痛みには寄り添えないよやってきてる。腹痛い、腹痛い。ああ面白い。まあそうなんですけどね、その通り。痛みに寄り添わなくていいんですよ。ただこの体、痛んでるとこの体に寄り添ってほしいんですね。うん、この傷の、あ、ここが痛いんだねっていうその体の部分ですね。あと1分ですが、もうちょっと今日はですね、ちょっとこんな感じで終わりそうですね。うん、でも大事、なんか気持ちと、うん、気持ちと体って多少やっぱりずれてくるものだけど、うんうん、それを一緒にするってことは体よりも気持ちを優先にさせる方が、うん、絶対に早く、うん、まあ怪我でもそうだけどいろんなことも解決しやすいんじゃないのかなっていうのは感じた今の話を聞きながらも、あとなんかこのなんかテレビのニュースとかで世界大規模ニュースとかでがんを、10歳以下の子供が治したっていう方法があって、テレビゲームでバイキンをバン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 っていうのを自分の体の中だと思ってこうやって攻撃しちゃったらがんが消えたっていうのがテレビで前でやったんですよ。すごい。はい、なのでこういうふうにちょっと気持ちっていうのがやっぱあると思うので、まあ、大事にして、コロナをね、コロナみんなかからないように免疫力を高めながら、コロナが来ても跳ね返すぞ。えいえいえい。さあ皆さん、また来週も応援しましょう。最後に行くよ、せーの、アイアル皆さんまた来週です。バイバーイ。はあ、最高。今日もすごかったな。楽しかった。ありがとうね。ありがとうございます。あ、このまま。And I'll kiss you tomorrow. Close your eyes. And I'll kiss you.